細胞膜、細胞膜、細胞膜、セルメンブレンは細胞の内外を隔てる生体膜でタンパク質が埋め込まれた脂質二重層によって構成される。形質膜やその英薬であるプラズマメンブレンとも呼ばれる。細胞膜はイオンや有機化合物に対する選択的透過性によって細胞や細胞小器官への物質の出入りを制御している。それに加えて 細胞膜は細胞接着やシグナル伝達など様々なプロセスに関与し、細胞壁やグリコカリックスと呼ばれる炭水化物に富む層なの細胞外構造の接着表面として機能し、細胞骨格と呼ばれるタンパク質繊維の細胞内ネットワークにも関与する。合成生物学の分野では細胞膜の人工的な再構成が行われている。 ロバート・フックは1665年に細胞を発見し、細胞説を提唱したが、当時観察可能なのは植物細胞だけであったため、すべての細胞に固い細胞壁が存在すると誤解していた。顕微鏡学者たちは、顕微鏡が進歩するまで150年以上にわたって、細胞壁に注目していた。世紀初頭に植物細胞が分離できることが判明し、 各細胞は細胞壁で結合しているが連結されていない別個の実体であることが認識されるようになった。細胞説は動物細胞へと拡張され、細胞の保護と成長のための普遍的なメカニズムが示唆された。19世紀後半の時点では顕微鏡は細胞膜と細胞壁を区別できるほどには発達していなかった。しかし当時の一部の顕微鏡学者たちは 細胞膜自体の観察は不可能であったものの、細胞の構成要素の運動が外部の影響を受けないことから、動物細胞に細胞膜が存在すること、また、細胞膜は植物細胞の細胞壁に相当するものではないことを推測し認識していた。一方で、細胞膜はすべての細胞に必須の要素ではないとも推測されていた。19世紀の末まで、 細胞膜の存在については多くの反論が存在しており、1890年の段階の細胞説では細胞膜は存在するが副次的構造物に過ぎないとされていた。後の浸透圧と透過性についての研究によって細胞膜は初めて重要視されるようになった。1895年には細胞膜が脂質で構成されていると提唱した。 ゴーターとグレンドルは、細胞膜の構造は、水面上の脂質の白層を模倣した形でなければ、ならないと考えた。さらに、細胞の表面積と脂質が、水面に占める面積とを比較し、その比が2、1であると推計した。これによって、今日知られている脂質二重層の最初の基礎がもたらされた。1925年に提唱された仮説では、 結晶学と石鹸の泡の観察に基づいて細胞膜の二重増加前を記述する施策がなされた。この仮説の検証の試みとして研究者たちは膜の厚さを測定した。1925年にフリッケによって決定された赤血球と酵母の細胞膜の厚さは3.3から4ナノメートルであり、これは脂質一層分に相当するものであった。これらの研究で用いられた 比喩電率の選択には疑問があったが、追試で最初の実験の結果を反証することはできなかった。それとは、独立して資料から反射される光の強度を基地の厚さを持つ膜の標準資料の強度と比較することで非常に薄い膜の厚さを測定するレプトスコープが発明された。この器具で測定された厚さは、 測定 pH や膜タンパク質の存在に依存して8.6から23.2ナノメートルの範囲であり、測定結果の下方の値は脂質二重層仮説を支持するものであった。その後1930年代になって、ヒューダ・ベソンとジェームズ・ダニエリーの膜構造についてのモデルが一般的に支持されるようになった。このモデルは油と極秘動物の卵の表面張力の比較に、 基づいていた。表面張力の値は、自ら油海面に想定される値よりも、かなり低いものであったため、細胞の表面では何らかの物質が海面張力を低下さていることが推測され、2層の薄いタンパク質層の間に、脂質二重層が位置すると示唆した。このモデルはすぐに評判となり、とによるが現れるまで、細胞膜研究において支配的なモデルであった。 流動モザイクモデルは1970年代以降、細胞膜の主要な典型的モデルであり続けている。流動モザイクモデルはその後の発見によって、現代化され続けているが、その基礎は普遍である。膜は、浸水性の外側の頭部と疎水性の内部から構成され、タンパク質は、浸水性の頭部と極性相互作用を行い、また膜を完全にまたは、部分的に貫く。 タンパク質は、非極性な脂質部と相互作用する素水的なアミノ酸を持っている。流動モザイクモデルは、膜の力学についての正確な表現を提供しただけでなく、後に、生体構分子の記述の主要なパラメータとなる素水的な力についての研究を充実させることに繋がった。細胞膜は、多様な生体物質、特に脂質とタンパク質を含んでいる。 その構成は固定されているのではなく、流動性や環境の変化のために常に変化しており、細胞の成長のステージによっても変動する。特に発生のステージを通じて、人の一時ニューロンの細胞膜中のコレステロールの量は変化しており、その変化が流動性に影響を与えている。様々なメカニズムで物質は膜へ組み込まれ、そして取り除かれる。 細胞膜は三つのクラスの両心培性の脂質を含んでいる。臨脂質、糖脂質、ステロールである。各成分の量は細胞種に依存するが、ほとんどの場合で臨脂質が最も多く、細胞膜の総脂質の50%以上を占めることも多い。糖脂質はわずか2%程度と微量であり、残りはステロールである。深細胞の大部分では、 細胞膜の重量組成は脂質とタンパク質がおよそ半分ずつ占める。臨脂質や糖脂質の脂肪差は通常偶数の炭素原子を含んでいる。典型的には16個から20個の間であり、16または18炭素の脂肪酸が最も多い。脂肪酸は飽和していることも不飽和であることもあるが、二重結合はほとんど常に脂質型である。 脂肪差の長さや不飽和度は細胞膜の流動性に大きな影響を与える。不飽和の脂肪は曲がった構造となるため、脂肪酸が互いに密にパッキングすることがなくなり、膜の融点は低下する。いくつかの生物は脂質の組成を変えることで、細胞膜の流動性を調節する能力を持っており、と呼ばれる。疎水的なビブの非共有結合的な相互作用によって、 膜全体は維持されている。しかし、構造は極めて流動的で、どこかの地点に固定されているわけではない。生理的条件下では、細胞膜中の臨脂質分子は液晶状態である。これは、脂質分子は自由に拡散することができ、それらが存在している層に沿った方向へ迅速に拡散することを意味している。一方で、脂質二重層の細胞内側の層と外側の層の、 間での臨脂質分子の交換は非常に遅い過程であり、そのため脂質二重層の非対称性は維持される。すべての脂質が迅速に拡散するわけではなく、脂質ラフトやといったコレステロールに富んだ微小ドメインが細胞膜には形成されている。また脂質の一部は内在性膜タンパク質と直接的に接触している。タンパク質構造に強固に結合しているものはと呼ばれ、 タンパク質複合体の一部として振る舞う。動物細胞では通常、コレステロールは様々な程度で細胞膜全体に分散しており、膜脂質の素水性微部の間の不定形の空間に位置して膜を硬化し強化している。生体膜中のコレステロールの量は、個体、細胞種、そして個々の細胞間でも異なる。コレステロールは、 動物の細胞膜の主要な構成要素であり、膜全体の流動性を調節している。すなわち、コレステロールの濃度によって、細胞膜の様々な構成要素の運動の量が調節されている。高温では、コレステロールは臨死室の脂肪差の運動を阻害し、低分子の膜透化性を低下させ、膜の流動性を低下させる。低温でのコレステロールの役割は、その逆であり、 低温に応答して、コレステロールの酸性はアップレギュレーションされる。低温では、コレステロールは脂肪差同士の相互作用を阻害し、膜の流動性を維持する高等血剤として機能する。コレステロールは温暖な気候に暮らす動物よりも冷涼な気候の動物に多く存在す。コレステロールを持たない植物では、 ステロールと呼ばれる関連化合物がコレステロールと同じ機能を果たしている。脂質症法また母、脂質二重層で取り囲まれたほぼ休憩の袋状構造である。これらの構造は細胞へ直接的に化学物質を搬入することでその細胞への影響を調べたり、細胞膜の透過性についてより詳細な知見を得たりといった目的で実験室で用いられる。 脂質症法とリポソームは、まず脂質を水溶液に懸濁し、そしてその混合物を超音波によって攪拌すること、よって得られる。症法内部から環境中への流出率を測定することで、膜の透過性についてより良い理解が得られるようになった。内部に分子やイオンを含む症法は、目的物質を含む溶液中で症法を形成することで得られる。またタンパク質も、 目的のタンパク質を界面活性剤の存在下で可用化し、リポソームを形成するリン脂質と結合させることで膜へ組み込むことができる。このような技術によって研究者たちは様々な膜タンパク質の機能を調べることができるようになった。細胞膜は炭水化け物も含んでいる。それは主に糖タンパク質であるが、 糖質室も含まれ、真核生物の細胞間認識に重要な役割を果たしている。それらは細胞の表面に位置し、宿主細胞を認識して情報を共有している一方で、ウイルスはこれらの受容体を利用して細胞に結合し、感染を引き起こしている。ほとんどの場合、細胞内部の膜では、投差就職は起こらず、一般的には細胞膜の外側の表面が、 トーサ就職されている。クリコカリックスは全ての細胞、特に微重毛を持つ、上皮細胞の重要な特徴である。クリコカリックスは細胞接着や他の多くの過程に参加していることが、近年のデータからは示唆されている。ゴルジカラダでのトーサ就職が行われるため、末端から2番目の糖はガラクトース、末端の糖はシアル酸である。 シアル酸は負に帯電しており、電荷を持つ粒子に対する外部障壁となっている。細胞膜は多くのタンパク質を含んでおり、典型的には膜の体積の50%を占める。これらのタンパク質は様々な生物学的活性を担っており、重要である。酵母では約3分の1の遺伝子が膜タンパク質を行動しており、この割合は多細胞生物では、 さらに高くなる。膜タンパク質は内在性、氷在性、脂質アンカータンパク質という三つの主要なタイプから構成される。右の表に示されている通り内在性膜タンパク質は両心媒性の膜貫通タンパク質である。これにはイオンチャネル、プロトンポンプ、G タンパク質強薬需要体などが含まれる。イオンチャネルによってナトリウム、カリウム、 カルシウム、塩素などの無機イオンの電気化学的な勾配に従った拡散が行われる。イオンチャネルの浸水的な穴を通ってイオンは細胞膜を通過する。細胞の電気的な挙動はイオンチャネルによって制御されている。プロトンポンプは脂質に重膜に埋め込まれたタンパク質のポンプであり、プロトンはアミノ酸の側差を次々に移動しながら膜を越えて移動する。 このような電子の伝達や ATP の酸性には、プロトンポンプが用いられる。G タンパク質協約受容体は、脂質に重膜を7回貫通する1本のポリペプチド差で、シグナル伝達物質に応答する。G タンパク質協約型受容体は、細胞間、シグナリングやキャンプの酸性の調節、イオンチャネルの調節などに用いられる。細胞膜は、外部環境に露出しており、 細胞間コミュニケーションに重要な部位となっている。そのため、様々な種類のタンパク質受け容体や抗原提示を行うタンパク質などが細胞膜の表面にはいましている。膜タンパク質の機能には、細胞間の連絡、表面の認識、細胞骨格の連絡、シグナル伝達、高速化性、膜を越えた物質輸送なども含まれる。 膜タンパク質はいくつかの方法で膜へ挿入されている。一つの方法では N 末端のアミノ酸のシグナル配列がタンパク質を消胞体へ向かわせ、そこで脂質二重層へ挿入される。挿入されたタンパク質は消胞の中で最終目的地まで輸送され、そこで消胞は標的の膜と融合する。細胞膜は 細胞質を取り囲んでおり、細胞内の構成要素を細胞外の環境から物理的に分離している。また、細胞膜は細胞骨格の足場となって、細胞を形作り、細胞外マトリックスや他の細胞に接着し、まとまって組織を形成する。菌類、細菌、ほとんどの古細菌、そして植物は細胞壁も持っており、 細胞の機械的な指示を行うとともに、巨大な分子の通過を防いでいる。細胞膜には、選択的透過性があり、細胞への出入りを調節し、生存に必要な物質の輸送を促進している。膜を超える物質移動は、細胞からのエネルギー入力なしに起こる、受動輸送と、輸送のために細胞がエネルギーを消費する必要がある、濃度輸送のいずれかによって行われる。 また、膜は細胞内外の電位差を保っている。細胞膜は選択的フィルターとして働き、特定のものだけが細胞へ出入りするようになっている。細胞は生体膜が関与する輸送メカニズムとして、次のようなものを利用する。幻覚生物は、古細菌と細菌の異なる2つのグループに分類され、細菌はさらに、グラム陽性菌とグラム陰性菌に分類される。 グラム陰性菌はペリプラズムによってへがてられる細胞膜と外膜を持っていが他の幻覚生物は細胞膜のみを持っている。細胞膜と外膜は多くの面で異なっている。グラム陰性菌の外膜は臨脂質が二重層の外側の面を形成し、リポタンパク質と臨脂質が内側の面を形成している。典型的な外膜は穴を形成する。 タンパク質であるポリンのような膜タンパク質が存在するため穴の多い構造となっている。内側の細胞膜は一般的に対照的な構造をしているが外膜は上のようなタンパク質のために非対照的である。また幻覚生物の膜は複数の因子が流動性に影響を与えている。流動性に影響を与える主要な因子の一つは脂肪酸の構成である。 例えば、摂氏37度で24時間培養した、黄色ブドウ球菌スタファラコカスウリアスの細胞膜は、ゲル状態というよりも、流動的な状態となっている。このことは、高温下においては、膜はより流動的となるという考えを支持している。膜が、より流動的になり、安定化が必要となると、より長い、またはより飽和した脂肪差が、 のの安定化のためにに構成れるようになる。ようなまた、細菌はペプチドグリカンから構成される細胞壁に囲まれている。いくつかの真核生物の細胞も細胞壁を持っているが、それらはペプチドグリカンで作られているものではな。グラム陰性菌の外膜はリポ多糖に富んでおり、それらは多糖、またはオリゴ糖と脂質が結合したもので、 細胞の自然免疫を刺激する。ストレス環境や宿主の標的細胞に遭遇し毒性が必要とされる時などに外膜はペリプラズム領域へ突起を形成し、毒性細胞小器官として機能する。原核生物の細胞膜にはニッチへ適合するために構造を適用させている多くの例が見つかる。例えば、ある細菌の細胞表面のタンパク質は、 滑走運動を行っている。多くのグラム陰性菌の細胞膜には ATP によって駆動されるタンパク質輸送システムが存在する。ダベソンとダニエリーのモデルに置き換わって登場したトニオルによると生体膜は脂質やタンパク質分子が多かれ少なかれ容易に拡散する二次元液体とみなされている。膜の基礎となる脂質二重層は確かにそれ自体で二次。 元液体を形成するが、細胞膜には大量のタンパク質も含まれており、それらによって、より構造化されたものとなっている。構造の例としては、タンパク質、タンパク質複合体や、アクチンを基礎とした細胞骨格によって形成されるピケットとフェンスなどがあり、脂質ラフトも含まれる可能性がある。細胞膜は、通常脂質に重層と呼ばれる構造を作っている。 脂質二重層は自己集合によって形成される。細胞膜を構成する主要な成分である臨脂質には頭部と微部があるが、頭部はコリン、リン酸からなり浸水性である。一方、微部は炭化水素からなり素水性である。そのため極性を持つ体液中では微部を内側に、頭部を外側にするように臨脂質が二重の膜を形なる。疎水的相互作用が 脂質二重層形成の主な駆動力である。素水的な分子間の相互作用が増加し、素水的な領域が集合すると、水分子はより自由に互いに結合するようになり、形全体のエントロピーは増加する。この複雑な相互作用には、ファンデルワールス力、静電的相互作用、水素結合などの非共有結合的な相互作用が含まれる。細胞膜には、 脂質の中に埋め込まれたり、脂質自体に結合した状態のタンパク質、膜タンパク質が存在し、さらにこの脂質や膜タンパク質には多くの場合、糖鎖が結合している。従って、細胞表層は全体として複雑な構造となり、細胞の種類ごとに特徴的なものとなる。一般的に脂質二重層はイオンや極性分子を透過しない。 脂質二重層の浸水的な頭部と素水的な微部の配置は一般的に素水成分子の受動的な拡散を行うが極性の溶質が膜を越えて拡散することは防がれる。そのため細胞は穴やチャンネル、ゲートのような膜貫通タンパク質複合体を経由してこれら物質の移動させることで物質移動を制御することができる。矢は不電下を持つホスファチジルセリンを 細胞膜の内側に濃縮する。これと N アセチルノイラミン酸によって加減した分子の膜通貨のさらなる障壁が形成されている。膜は真核生物や原核生物の細胞で多様な機能を果たしている。重要な機能の一つは物質の細胞への出入りを調節することである。特定の膜タンパク質を持つリン脂質の二重層構造は膜の選択的透過性と 自動輸送、濃度輸送のメカニズムを説明する。それに加え、原核生物や真核生物のミトコンドリアと葉緑体の膜は、によって ATP の合成を促進している。脂質二重層の例外としては、一部の古細菌の細胞膜がある。例えばスルホロブス属等では向かい合った臨脂質の素水差さが連結し、脂質一重層になっている。 極性を有する細胞において内空に面した細胞膜表面は上端膜と呼ばれ他の面とは異なる活性を持つ。上皮細胞や内皮細胞において顕著であるが神経細胞のような他の極性細胞でも見られる。極性細胞の側面と底面を形成する細胞膜は側底膜と呼ばれ外側の間質に面しており内空からは離れている。 側面と底面の細胞膜は、特に上皮細胞では、同一の素性と活性を持つ。イオンチャネルやポンプのようなタンパク質は、流動モザイクモデルの通りに、底面から側面へ、側面から底面へと自由に移動する。上皮細胞同士は、上端面の近くで、タイトジャンクションによって結合しており、タンパク質の側底膜から、上端膜への移動が防がれている。細胞膜は、 様々な種類の細胞結合といった腸膜構造を形成することができる。これらの構造は通常、細胞接着、細胞間のコミュニケーション、エンドサイトーシス、エキソサイトーシスを担っており、電子顕微鏡や蛍光顕微鏡で観察可能である。これらはインテグリンやカドーヘリンといった特定のタンパク質から構成されている。細胞骨格は 細胞膜直下の細胞質に見つかり、膜タンパク質を固定するため、また、細胞から伸びる、細胞小器官を形成するための足場となっている。実際に、細胞骨格の構成要素は、細胞膜と密接に、相互作用している。アンカータンパク質は、膜タンパク質を細胞表面の特定の部位、例えば脊椎動物の長官に並ぶ、上皮細胞では、長短面に限定し、 二重層内で拡散する領域を制限している。また、細胞骨格は付属器官型の細胞小器官を形成することができる。例えば、線毛は微小管を基盤とする突起構造であり、は、アクチンを基盤とする突起構造である。これらの突起は膜に覆われており、外部環境を感知したり、気質や他の細胞と接触したりするために、細胞表面から突出する。 上皮細胞の超短面は微重毛として知られる、アクチンが基盤となった指型の突市質が密集しており、細胞の表面積を増加させることで、栄養素の吸収率を増加させている。細胞骨格と細胞膜が局所的に脱協約されると、が形成されることとなる。細胞膜の内側の細胞の内容ものも多数の膜結合性の細胞小器官から構成されており、 それらは細胞の全体的な機能に寄与している。5. おさむき